ははいこんにちは田中雅です、えー、私ですねフリーランスで構成、えー、作家いやいやリサーチライター翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは私がえー、普段目にしたニュースであるとかえー、普段の生活から思ったことをどしどし、えー、公開していくっていうような趣旨のチャンネルなんですけれども、えー、今日はですねなんかちょっと普段と画面が えー、色が変わっているというかクオリティがアップしていると思いませんか、えー、実はですねこれちょうど昨日届いた iPhone16 Pro で撮影させていただいてるんですよいやもう、えー、昨日設定させていただいてで今日初めてこの撮影に使ってみたんですけれどもいやーなんかね いやまず設定にすごい苦労したのとこれあのクイックタイムプレイヤーでつないでいてというのも iPhone って実はそのえ僕今これ Mac を使ってるんですけど Mac をディスプレイにしてカメラだけ iPhone16 Pro を使ってるんですねであの実はその Apple 製品 Mac と iPhone 同期ができるんですよ最近の Mac だとなので例えばクイックタイムプレイヤーに で Mac を立ち上げ Mac をで QuickTime プレイヤーを立ち上げると iPhone とどリンクする同期するんで iPhone のカメラを Web、えー、カメラとして使うことができるんですねなので今それをマグセーフってあるじゃないですかあのくっつくやつ、えー、それで持ってあの使わせていただいてるんですけれども iPhone を取り付けてでそこに iPhone そのマグセーフの iPhone スタンドをなんかクリップみたいにしてこう 取り付けてるんですよ、えー、もうそしたらもうねかなりはい、えー、ちゃんと撮れているというか、うん、そんな感じがするんですけれども個人的にはなんか奥行きがすごいなんか僕っていう被写体がちゃんと写っていて。 すすごく、えー、綺麗だなと思ってるんですよ個人的にはあの奥行きがちゃんとボケてるんですねなのであの今後ちょっとこの iPhone16 を、えー、活用して、えー、なるべくなら撮っていきたいなと思っているんですけれどもまあただ、あのー、使い勝手によってどうなるかわからないんで、えー、未定ではありますが、えー、まあそれよりもまず 多分、えー、視聴者の皆様はご気づきだと思うんですけれども音の問題の方が <laughs> 僕の YouTube では、えー、とても大切かなと思っています。えー、というのも僕の、えー、YouTube ってあのほぼ編集をしない方針なのであのサムネイルだけつけて編集はしないっていうようなスタンスでやらせていただいてるんですけれども、まあ、そうなってくると必然的にラジオ的な聞き方が終了になってくると思うんですよ。 あの別に僕は顔で売ってるわけではないですしあの、まあ、僕も YouTube とか拝見させていただくときは、えーまあ、他の方の動画を仕事しながら、えー、見るのであのテロップとかついていても正直そんな関係ないんですね。あのまあ、耳学問として耳で聞きながらなんで必然的に誰かが話している動画であるとか。 あのまあニュース形式のものであるとかその中でも結構トーク中心の、えー、指揮者がトークしているものを中心にあの見ているとか聞いている感じですねなので基本的にこの僕の、えー、チャンネルも耳学問として、えー、耳学問になるかどうかからないんですがえー、っと、えー、まあ耳で聞くものとして捉えていただければなと思っているので、まあ、どちらかというと映像よりも <laughs> 画質よりも えー、音だまあそこが今後あのちょっどこの iPhone を買ってこのマイクってかなりそのいいものを使ってるらしいんでそのマイクの内蔵マイクのクオリティを試した上であのマイクを買おうかなと思ってたんですね。なので今回ちょっと動画を上げてみてその、えー、マイクが、えー、ちゃんとしているかどうか音がちゃんと通っているかどうか、えー、調べた上で。 もしそれで足りてないんだったら改めてあのコンデンサーマイクであるとか配信用のマイクであるとか買おうかなと思っている感じでありますすいませんねあのまだ予算が限られているかただ私がケチなだけなんですけれども <laughs> このようなスタンスで徐々に徐々にクオリティを上げていければなと思っておりますはいえーこん 今日の動画はこんな感じで、ちょっと短めなんですけれども、iPhone16 Pro を導入したというような形になります。あのあ、1点だけ付け加えさせていただきますと、初めて今回、リフレッシュレート 120Hz っていうのを試したんですよ。これ iPhone 自体の説明になるんですけれども、iPhone16, ただの16無印だと 120Hz じゃないらしいんですね。 でこのリフレッシュレートっていうのは何だかっていうとあの画面の滑らかさ、スライドの滑らかさらしいんですけれども、あのー、今回その Pro にさ、iPhone プロにしたことであの初めて 120Hz を使ったんですけども,もう滑らかすぎて、あのー、カクカク感が全くないんでもうなんていうかもう滑るような感じでいくんですよすべてのページの、えー、リフレッシュというか、えー、スクロールが。 なので本当ににに時短ツールなななるるんんじゃないかなと個人的には思ってるんです、えー、まあ iPhone ってもう絶対四六時中使うじゃないですか、まあ、iPhone じゃなくてもスマホって四六時中使うと思うんですけれどもあのー、まあ肌身離さず持ってるものだと思うんで,でしかも日常的に仕事でも使えますしプライベートでも使えますしあのー、まあなんでページの更新が遅いとかスクロールが遅いってなってくるとまあ ビビタルさなんですけれどもあのまあ年単位とかで考えていくと結構な時間のロスになるんじゃないかなと思うんですよなので今回初めて僕も使ってみて分かったことなんですけれどもこのリフレッシュレートが早いっていうのはなんていうかすごい時短につながるんじゃないかなと思っていてまあまだ分かんないですけれども使い始めたばっかなんで、えー、なんでこれがあの時短につながるんであればあのー、まあ すごく仕事をする上でも日常生活を送る上でもえまあ時間の有効活用につながるんじゃないかなと思っていてもしかしたらこの iPhoneProiPhoneProMaxMax ま, Max まで行く必要はないかもしれませんが普通の人は。ビジネスパーソンの方とか、 えー、iPhone、えー、だけじゃなくてプロとかにあの勇気出して思ってみると何ていうかかなりその仕事する上で恩恵を受けられるんじゃないかなと個人的には今のところ予想しておりますはいなのであのまたちょっと iPhone に関しては、まあ、私 iPhone を10年以上、えー、かれこれ、えー、14年13年ぐらい使ってるんで、えー、何かまた更新するかもしれませんが、えー、その際はえー お聞きいただければと思います。ちょっと詳しくないんですけれども。はい、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、この動画が良いと思った方は、えー、高評価なら、えー、びにチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは。